さてね、これはどうかいぐくぐろうか。の子は一人で寂しいの、守ってあげないと。ちょっとね、パターンがね、まだ読めないから、なかなか、今チャンスじゃない、これ。かわいいエブリン、くなんそ。て愛おしいのかしら。いやー、ゾイ！おお、あのフェイントたまんないですね。来た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 。あんまフェイントしすぎだよ、あの人。お、いい感じ。ああ、こっちはダメか。こっちは開かない。新しい妹ができて嬉しくないの？このレリーフ、あ、どっかにね、レリーフがあるね。ああ、降りてきた。ちょっと隠れようか。レリーフどこだ？出てきてあの子に会ってあげて。クリア。おお、もうこれが怖い、これが。まだ2回行ってくれないけ。あ、ぶん回しがね、もうほんと。かくれんぼ終わりだよ。ゾイ！これ見つかってんの、俺。見つかってる。レリーフないね。なんね。レリーフどこだよ。ここでもない。大丈夫かよ。大丈夫かよ。ダンスしてるよ。押せない。紐なんかむやみに使えないね。こんだけうろちょろされてれば。おっとっとっと。嘘でしょ、なんでくんの。いやー、難易度高いよ、これ。新しい妹と遊びたくないのか？遊びたくない。遊びたくないよ。うわー、結構時間かかるね、ここ。レリーフだ。ライターを、つければ視界が広がる反面、敵に見つかりやすくなるから危険をもたらここからす。逃げなきゃ。やっぱね、入ってんだね。もう一回あん中行こうか。かわいいエブリン、なんて愛おしいのかしら。入る？ゾイ、ごめんなさい。私何かおかしいの？母さん、来ちゃダメ。あ、まだ。やめなさい。
家族に触らないで。どういうこと、何が起こってるの。ほらこれを取って。まだ正気保ってんだ。逃げて。ごめん、曲がれと。マジか。大丈夫だよ、助けを呼んでくる。お、あ、車だ、下の車だ。なんでこんなことに。マーガレット、まだ。あー、ダメだ。ゾイ、探します。なんだよ、お前ら。勘弁勘弁、地下から行くしかねえか。よいしょ。お前は昔からそこが好きだったよな。わー、マーガレット、家族を守ろうと思って必死に、ね、やめろ、うるさい、早く消えろ。ほら、もう娘を守りたいがためだよ、これ。ちょっと、もう涙が出てきてんだけど、そこちょびちょろっとだけど、そんな号泣はしてないよ。耐えてたね。なんかある。割れたガラス瓶、武器じゃないこれ。ベイカー家の家の鍵。怪我しそうだ。ここでは使えない。ちょっと待ってね、武器として使えるんじゃない。使えないか。俺から逃げられると思ったか。ガレージに行かないとね。見つけたぞ。もう逃げ回るのはやめろ。嫌です。さらばなり。じゃん、大丈夫。どっか行ったっけ。お前はルーカスと違っていい子だ。そうだろう。いるよね、近くに。おやおや、おやそこにいたのか。おやおや、おやおや、会いましたね。さらば。ここまでは来ないみたいね。穴にさえ入れば。あっ、おおやおや。なんだ、かくれんぼしたいのか。一回戻ろうか。ゾイ、まったく母さんを心配させるな。あんさ、ゾイだけさ、こんだけ抵抗してたからさ、感染のあれが薄かったんじゃないかね。だから自我を保ってられたんじゃないかね。何を企んでるゾイ、どこへも逃がさんぞ。もうあいつをかいくるのはちょっと厄介だね。ちょろっと。いやー、ダメだ、うろついてるよ、めっちゃうろついてるよ、あの人。ゾイ、そこにいるんだろう。ほら出ておいで、怒ったりしないから。あった。難しいね、ジャックがどうさ、あそこ固めてるからな。もう多分一瞬の隙狙っていかないといけないんだろうね。これだ。ゾイ、ゾイ。これ、これそんな高くないからね。ちょっと低かったね今のは。ゾ、あ、やめろ。余計なことしてる場合じゃない。これで揺さぶれたんじゃないの。
こは閉まってるからいいね。いける。見つけたぞ。もう逃げ回るな、やめろ。いけ、あ、くそ、肝心のこれだった、忘れてた。ちょ待て。ちょ待て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 。早く開いてよ。早く開いてよ。わあ。父さん、やめて。やめて。お願い。そうだった、開くのが遅いのを忘れていた。あ、あ、ごめん、父さん。聞かない。いいか、人を刺すときはこうやってやるんだよ。やめて、自分で刺さないで。開いた。あれ？開いてない。もう一回押せってこと？ちょっと待って、これ、あ、ダメだ、抜け出せない。父さん、やめて。やめて。お願い。いやーん。あの子が待ってるぞ。あ、でも分かった。あんまやりたくないけど。父さん、やめて。ここ血だらけだ。ほら、来るんだぞい。新しい妹と遊びたくないのか。あー、まあ割ともうあれが限界だったんだね。でも分かった、あのガラス瓶刺すと一時動きが止まるね。その間にガラス瓶ある？違う、ごめん、ないか。なんでこんなことに。ゾイ、探し回ったんだぞ。ちょっとごめん、あの今は会いたくない。とりあえずガラス瓶だ。ああ、お前は昔からそこが好きだ。その間にシャッター開けて。でもさ、うるさい、早く消えろ。幻覚と戦ってんだよね、今ジャックも。父さん、いやめっちゃ戦ってるわ、幻覚とジャック。そう、あの元凶はどこ行った？あれ、ガラス瓶あった。これでサクッて刺せばいいんだよね。ゾイ、そこにいるんだろう。ほら出ておいで、怒ったりしないか。これ見つかるの前提だね。そこか。お、よかった。今何が聞こえたぞ。やっぱ来んだね、強制だ。こうナイフで刺すんだ。開いて、開いた、ラッキー。さっきなんで通れんかったのかね。何を怖がってんだ。いいか、じゃあ行こう。みんな待ってて、助け呼ぶから。お願い、お願い、待ってちょ。エブリン、俺たちを置いて出て行こうってのか。違うよ。お、新しい妹に会いたくないのかい。お前は礼儀ってもんを知らんのか。それが育てた俺への態度か。もう一つに。おお、ネクスト、何がある？終わりかね。もう一つの結末。はあ、もしかしたら何通りかあるのかもしれません。
あれが結局ゾイは感染したのかどうかっていうのがちょっと分かんなかったね。はい、それではね、本日はね、これにてドゥーターズね、終わりです。もしかしたら隠し要素でもうね、あのラストに出た、これはもう一つの結末であるって出たから、ちょっともしかしたら何通りかのねエンディングがあるのかもしれません。ということで、できるだけね、まあもしそのエンディング内容とか見つけたらね、撮っていきたいと思います。ということで、バイオハザード、ダウンロードコンテンツね、デューターズ、これにて終了です。ご視聴ね、ありがとうございました。またね、よろしかったら次回も見てやってください。それではね、島津でした。失礼します。